お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらのクローンを使った、まあ、デッキでですね、やっていこうかなと思います。で、こちらなんですけど、これはまあ僕が考えたデッキではまずなくて、今は、クランは、ディープスワンプ。まあ、ディープにいるんですけど、あれですね、クララリーグの韓国のキングゾーンドラゴン X。かな、はい、のこのジュライ選手なんですけど、まあ、プロの方ですね。この方がまあそのこの絵で12勝してたデッキでございます。なんでまあ使い方次第は多分めちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。っていうことで、まあ、やっていきます。でこれ使ってて、まあ、ディガーザップでクローンだから、まあ、枯渇に勝てないんじゃねって僕思ってたんですよ。だけどこれ使って枯渇と、まあ、さっき当たったんですけど、このバルキリーがのバレル飛んできた瞬間にこう出してあげれば、バレルを完封できるんで、それが枯渇に対して、まあ、強くてですね、しかも枯渇に対してコウモリガゴブリがめちゃくちゃ強いって感じで、全然逆に相性いいまでありましたね。はいはいって感じで言ってたら、まさかの相手枯渇っぽいっぽい、まあ、ここで今なんか出されたらアウトロー出すしかないんですけど、はいはいはい、わー、これはさてはなんかちょっと違うやつですね。ここはまあザップでプリンセススケバレザップで処理して、はいはい、ここはあー、ここはまあ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 、相手はうーん、枯渇のどんな方だろう、なんか変わったデッキですね。よいしょ、はいはいはい。でクローンのタイミングっていうのは、まあ、基本的にスケバレにクローンだったり、またはバレルにクローンだったり、やばい、これは甘えた、甘えた、痛い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 、これが痛い、やばい。いやでもターゲットがこっちが意外といい、はいはい、まあ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 、ここは結構危ない危ない、いやー、しかもバルキリーが間に合わなかった、やばいやばい、痛い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 、さてはさては枯渇、いや、あ、こっからです。で今ここの相手がプリンセス裂いたんで、裂いたからガゴムレが刺さる。で普通の枯渇だったら、まあロケットだからこのガゴムレがめちゃくちゃ強いんですけど、多分この相手ファイボなんで、そこが際どいところですね。はい、まあですよね。わー、残った、美味しい。けどですね。まあまあまあ、ここは、しっかり焦らず展開していきますね。で、問題がこの吹き矢がなかなか厄介。いや、これは、あー、バレル飛んでくると思った。飛んできたけど、タイミング。はいはい。いやー、これ美味しい。待って。いやー、これ5打たれるな。まあまあまあ。はいはい。みたいな感じで、今、待って、これ、美味しい。吹き矢処理できて、いや、ここのクローンですね。ここのクローンが全然ある。で、これウッドのタイミングずれて、てか普通にこれやばくね？めっちゃ入るくね？おいしょー！やば！これプリンセスの範囲攻撃をも超えた。範囲が広すぎた。はいはいはい。って感じで、やー、耐えた！オッケー。よしよしよし。これは勝ちましたね。はいはいはい。って感じで、いやー、まあまあしんどいっちゃしんどい。てかこれだってどう見ても相性悪い感があるんで、まあこれに勝てるのはすごいでかいですね。ってことで次、ふぅ、ダメですね。最近ちょいとはいはいはいとか、まあえいえいえいみたいなことを言うんですけど、やばい、これあのライキさん、ライキジョーンズさんの口癖、まあ癖がすっごい映って、あとなんかなんだろう、せやみたいな、せやねみたいな、そんな感じの言葉もなんかイケツバから移りの、なんかいろんな言葉が人からめちゃくちゃ移っちゃってますね。なんで動画中にえいえいえいみたいなめちゃくちゃ言ってしまう。あんま良くない、あんま良くないのか、良くないことはないかも。なんかえいえいえいみたいな、言っとけばなんとかなるみたいな感じではありますね。えいえいえいと、えいえいえい、で相手のデッキがまだ分かんないんで、はいはいはい、アイスイズメガゴ
だったら、まあトルネードがあるスケラかホグかの2択かな。はいはいはい。でまだ様子見つつか、まあスケってかアイスウィザード咲いたからスケルトンバレル流してコウモリこれ出しとけば、でこのコウモリを出すタイミングもスケバレ出してから早すぎるとそのスケバレが前に行っちゃうんで、私はコウモリが前に行っちゃって普通にタワーで処理されちゃうんで、スケバレ出した後にコウモリ出す場合は早く出しすぎないことも大事ですね。いやこれ美味しい。でここで、まあ、アイスウィザード来るからこの辺にこの辺にディガー飛ばして、よいしょ、あらこれは5か、あーまあ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 、ここは相手がうまいですね。やるなと言われたんでハートを受けておきましょう。で相手があとウッド持ち、はいはい、でアウトローセパで、まあでもコウモリとかゴムリが刺さりますね、相手ウッドなんで。そう、相手がウッドだったらコウモリとかゴムリが刺さって、相手がザップだったら逆にアウトローとスケバリが刺さるっていう結構面白いデッキですね。しっかり刺された、はいはいはい。でこうすることないんでコウモリセパして、でもすることないことばっかやな。でこれディガー奥に出すとキング起動されちゃうんで、トルネで良くないです。なんでトルネでキング起動されない位置にしっかり出していきたいですね。ここでガコムレ出したところでまあファイブ来るんで、まあこれはファイブ打ってくださいよの、はいはいはい。でホグ来ます、はいはい。でここはここでディガー飛ばしてあげたらウッドサイドだったのこのコウモリが切る、あれ美味しい、普通に美味しい。やばいコウモリ、コストが余る余る余る、結構高回転なんで、はいはいはい。ここでスケバレ飛ばしつつ、これアイスイーツ取るんでガインされますね。さてはやだやだやだ、いやいや言うて、しかもアイゴレ咲いたんでこれが強い、結構美味しいんでこれ取るねか、はいはい。けどまあ流れはもう掴んでるんで、これはもうこれを繰り返していけば相手が結構ミスってやられてくれそう感はあります。ここでしっかり両サイに振っていきますね。いやーこれクローンしたい、いやーしたところで、はいはい。で左の2100はそんなに考えなくてもいいかな。 OKOKOK、あと800、あと800なんでリガー削りを結構考えつつ、ここのガゴムでで左を削りたい、 OK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 。 でこれターゲットザップで変えてあげたらこのバルキリーが残る、でウッドでも残れ残れ、あー惜しい、これやばい、あれが来たらやばい。いやーでもあと700と900500か、ワンチャンやばいっすよね。このクローンなくてもいいんじゃねみたいな。意外と、意外と。でも、あるからこそのワンチャンがあります。うわ、うまい。え、相手うまくね、よくね、耐えろ。耐えたら勝ち。オッケー。はいはいはいと。はいはいはいと。って感じで、今、2回か。はい。ということで、もう1回いきます。え、このデッキ。いやマジで強い、このジュライさん、多分ジュライさんがやってる、もう12勝してて、しかも今なんか結構ファイブが多いんですよ。ロイホグが多くて、そのロイホグに対してファイブが結構メタっていうのもありのなんで、このデッキは強い。ポイズンあったところですよね。別にポイズン今クローンもほぼ使ってない場合も多いんで、ってなると相手のファイブだろうがあんま関係ないこともあります。あーこれ相手神技っすね、神技。ここのアドが怖いっすけど、まあまあバルキリーあるから、あーこれはザッピーを放置すると痛いんで、これディガー飛ばしたいですね本当は。ザップだけ打たれて処理される、あー美味しい、このファイブ美味しい、ふうふうふうと。で、まあそうですね。
あのここはアウトローで守りつつ、でこれをセパするかどうかなんですけど、今相手が5打ったんでこれはもう固めていいかな。しかもゴーストも咲いてるんで、ここの防衛が相手はしんどい。あ、これはでここにディガースも、そしたらこのアウトローが生きて、相手はこのスケバリにザップかウッドとかを使わないといけないんで、そうなるとこのアウトロー、オッケー、後ろの2体頑張れ。まあまあまあ、相手の防衛が上ですねみたいな感じで結構左右に振ってあげたら相手しんどいと思いますね。でバルキリーは後ろから咲くか、咲くしかないですね。で今ザップ使ったから、今コウモリがすごい強い状況で、でガゴムで咲いたら5来るから、よいしょ、まだ咲かないで、これコウモリでインドラを処理してほしい。 OK、 いやー処理してくれないのか。いやけどまあまあまあ、やばい、これやばい、これ結構やばいですね。このいやでもバルキリーが強え、やば、 OKOKOK。 あーでここはまあ防衛されますけど、気持ちカウンターで、あーまあまあまあ、ここのザップでザッピーを処理、はいはいはい、ふーで意外とこれしんどいですね。でバルキリーでこう止まれ止まれ、いやーこの5のノックバックって、で今まあ待って、落ち着いて落ち着いてください、落ち着きましょう。これでラット負けだなと。そう、僕の最近の悩みとして、動画での勝率がクソ悪い。動画でのっていうまあ言い方もあれなんですけど、シンプルに勝率がクソ悪い。なんか、マジ勝てない。最近負けた方がめっちゃ多いんですけど、だから、個人的にすごい勝ちたいっていうのがあるんですけど、勝てない。いやー、これやばくね？この状況。これやばいっすよね。普通にやばいっすよね。この、ザッピー5体ってどういうこと？みたいな。いやこれガゴムリ出したのかな。やべ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 、止まれ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 、やべやべやべ、バルキリバルキリ、やべ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 、コムリ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 、あーあれザップ処理される、いやーやべやべやべ、オッケーオッケー、耐えて耐えて耐えてない、耐えてない、待って待って、アウトロ、やべ待って、負ける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 、やだやだ、いけ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 ない、ザップって止めたところでやばいやばい、クロン、おいしょ、はい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 、オッケーオッケー、クロンが来た、さてはクローンのおかげ、待ってこれワンチャンある、ワンチャンある、今相手あれ使った、相手あれ使った、これではいはいはい、でギガ飛ばしてこれでザップ、よいしょ、からの5来て GG、 まあまあまあこういうこともありますね待って最近マジで勝てない、毎回大最近の動画で絶対一回は負けがある、よくないよくない、いやー負けましたね、はいみたいな感じでですね、このデッキよかったら使ってみてください。はい、というわけでまあ使ってて楽しいですしね、はい、本当にマジで負けないように頑張ります。はい、というわけで今回は以上になります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではBye-bye.